ワサミマサルは日本の実業家。丸は運輸機関創業者、代表取締役社長最高経営責任者。埼玉県吉川市出身。実家は地主で農家。8人兄弟の6人目として生まれた。中学校入学後、吉川市の合同市場の生果市場でアルバイトし、卒業後は父親の反対を振り切り、高等学校に進学せず、日本橋の丸日。 成果800生8八百世に就職。19歳で独立して、千葉県奈良市の市で聖花中街業を開業した。21歳の時に、東京進出を果たしたが、連帯保証人となった知人が自動車事故で死亡し、連帯債務返済のため24歳の時に店を失う。3ヶ月後、運送業に転じ、業用を拡大し、物流の業務委託事業も開始。 1973年丸は運輸機関設立。同社代表取締役社長に就任。1990年代初頭に、貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律が整備されると、いち早く、サードパーティーロジスティックス事業に進出し、物流フルライン一括システムを開発。 2009年、丸和運輸機関代表取締役、社長最高経営責任者。2014年に、東京証券取引所市場第2部に上場し、2015年には東京証券取引所市場第1部へ、市場変更を果たした。2017年日本産 p l 協会会長。2019年、丸和財団代表理事。